どうも長谷川修美です。今日もハウトゥービーチやっていきたいと思います。今日はスパイクの助走の話、あと踏み込みの話になります。で、以前僕動画でスパイクの助走の前の足のステップっていう動画出してるんですけど、その次の段階ですね、僕が思うその後の散歩助走だったりジャンプのこの踏み込みとか、その辺の話をできたらいいかなと思ってます。なのでインドアやってる方は特に、僕は今日インドアとビーチのジャンプの違いも僕が思うパターンをちょっと解説したいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。で、僕の YouTube チャンネルはビーチバレーボールのハウトを中心に動画更新してます。最新の情報を見逃さないためにもぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。それでは行きましょう。インドアとビーチのスパイクのジャンプの違いについてお話ししたいと思います。で、百聞は一見にしかずなので、実際に僕が思うインドアをやっててビーチに来た人とビーチをやってる人のジャンプの違いをちょっと動きでやってみたいと思います。で、実際に飛んでみるんですけど、インドアの選手で多い飛び方がこれになります。次がビーチの選手が飛んだ場合はこういう状態になります。こちら映像でお分かりいただけたでしょうか。僕が思う言葉の表現難しいんですけど、インドアの選手はこのジャンプが流れているジャンプになります。で、ビーチの選手はどちらかというとまっすぐに飛ぶジャンプになります。これ僕が思うと、おそらくこのジャンプを流した方がボールにこの力は伝わりやすいと思うんですけど、ビーチの場合は相手も2人しかいないですし、常に強打を打つ場面が少ないです。あと自分より高さのあるブロックが来た時にショットでブロックの上をこうボールを抜かなきゃいけないんですけど、そのためにもどちらかというと強さよりも高さを確保することが優先になるので、このジャンプになるかなと思ってます。なのでこの動画ちょっと見てもらって、次のどのようにスパイクを打っていくかにつなげていきたいと思います。で、この後実際にボールを打つ映像も流すので、そちらを見てみてください。映像をご覧いただけたでしょうか。実際映像で見ると、ブロードジャンプした時と、ストレートジャンプした時の高さの違いが分かりやすかったかなと思います。で、実際にどのように僕がジャンプしているかの話をします。で、まず助走の1歩目と2歩目っていうのはあまりスピードを出さないです。これなぜかっていうと、1歩目2歩目が行った後、ここでストレートジャンプをするために1歩目と2歩目のスピードがあまりにも速すぎると、このストレートジャンプの力を伝えるのが止められないんですよね、速すぎると。なので1歩目と2歩目はあまりスピードを出さずに、どちらかというとストレートジャンプをするための移動として使って、最後に3歩目と4歩目でストレートジャンプをするイメージになります。次に意識してほしいポイントが、3歩目をついて4歩目の時にジャンプの時に上半身を大きく使ってください。で、体を上げるためにもちろん膝を曲げて飛ぶことは大事なんですけど、インドアからビーチに来て動きが慣れない中で意識するポイントが多いと難しいと思うんですよね。で、上半身が大きく動けば、僕高さ出そうと思った時に自然と膝が必要な分だけ曲がると思うんですよ。でも膝だけ曲げようとした時にこっちの意識が弱いと、ジャンプした後のテイクバックの形に作るのが遅くなっちゃうんですね。
なのでできる限り最後の3と4歩目は上半身を大きく使ってここまでを作るイメージすると自分が必要な分膝が曲がってくると思うので、アタック打ちたい人が上半身大きく使っても多分膝を曲げないということはないと思うんですよ。上半身大きく使ってジャンプする意識で自然と膝が曲がる分で腕を大きく使ってみてください。次に意識するポイントなんですけど、ジャンプした時の方向っていうのかな、ジャンプする方向をこれもできる限りまっすぐにしてほしいんですよね。ちょっと実際やってみるんですけど、アタックジャンプしますね。僕が今やったみたいにまっすぐ自分の打ちたい方向にジャンプの重心を移動してほしいんですよね。でもインナーの映像のブロードジャンプと違ってあまり幅は出さないです。でこれが曲がっちゃった時が高さが出なかったりボールがさばきづらくなります。ちょっとやってみます。こういった感じでジャンプが流れると高さも出ないし体もぶれるし、いつも打ってる感覚と別の感覚になっちゃうので、これをずれないように意識してください。でもしも仮にトスがじゃあ右に行きました、左に行きましたって言ったらどういうジャンプするかというとこういうジャンプになります。これだったり、こういった形でジャンプをストレートに飛んでいきます。ジャンプストレートに飛んだ後の着地の幅なんですけど、ちょっとカメラさん撮ってもらっていいですかね。足元をここで踏み切った後にでこれぐらいの幅で抑える意識で最初飛んでもらえるといいかなと思います。これがあまりにも幅が大きすぎかった大きい場合はインドアのブロードジャンプに近くなっちゃうので、できる限りジャンプの幅は狭い方がいいと思います。で最後にちょっと簡単なジャンプのトレーニングだったり練習メニューを紹介していきます。でこれからジャンプのトレーニングと実際アタック打つまでの練習メニューを2つ紹介したいと思います。で1つ目がこれ身近なものを使ってもらえればいいかなと思うんですけど、これでちょっとジャンプトレーニングおすすめ紹介します。大体自分が一歩で入れる幅のところに何かしらのマーク、普段ビーチ来てる人はビーチサンダル履いてると思うのでビーチサンダルでいいと思います。これ置いといてまっすぐは大体皆さんできると思うので、これをじゃ次右側の B さんに向かって右足からジャンプしてストレートジャンプする。で次は左側に向かってこっちクロスになりますね。じゃあ足はクロスに出してストレートジャンプをする。トスがずれた時に右側だったり左側だったりこちらを自分で合わせる。毎回自分の行きたい方向にジャンプして体を流すのではなくトスを見極めてから最後にずらして飛ぶ。これを最初はボールなしでジャンプトレーニングの一つとしてやってみてください。で意識するポイントは先ほど話したように右左と足をずらして飛ぶことと腕を大きく使ってジャンプしてビーチの上で飛ぶ感覚を養ってください。
に紹介するメニューがアタックをさっきの足の動かし方を使って最後の3歩目と4歩目のこの2歩だけでスパイクを打つっていうトレーニングメニューになります。ちょっと実際やってみます。足は左足が前かな、左足前で構えて上がったトスに対して右足合わせてアタックを打つ。お願いします。もう一歩いきます。このメニューになります。パートナーと2人いればできますし、トスもそこまで高く上げなくていいです。まずは自分がしっかりトス上がったトスに対して足を合わせられることとバックスイングを大きく使うこと、こちらの2つを意識してやってみてください。今日の動画は以上になります。インドアからビーチに来たりとか初めてビーチやる人はアタックってすごい難しい技術になるんですけど、パートナーのトスをアタックが打って点数を決めるって、そのボールを2人でつなぐバレーボール、ビーチバレーボールの醍醐味の要素の一つだと思ってます。ただがゆえにめちゃくちゃ難しいんですけど、絶対スキル磨いて点数を取れるともっと楽しくなるから、ぜひともトレーニングに励んでみてください。この動画がいいと思った方はぜひとも高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。今日はね、かなり複雑なメニューがあったので、もう気になることがあったらコメント欄にコメントください。僕必ずお返事します。で、この動画いいなと思ったり、もうちょっとこうしてよとかそういうコメントもぜひともお待ちしてます。僕必ずお返事します。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ではまた。